次に織木参考人にお願いいたします。織木参考人。おはようございます。織木でございます。今日はこの場を与えていただきましてありがとうございます。現役を退官をいたしまして、3年半経ちましたけれども、この間日本や自衛隊を取り巻く環境というのは非常に大きく変化をして、国内外でも何が起こるかわからない時代になってまいりました。で、私も40年間自衛官として勤務させていただいたんですけれども、私の、自衛官人生の半分、20年ですけれども、これは、昭和と冷戦の時代でありまして、で後半20年がちょうど、平成と冷戦後の時代に勤務させていただきました。その中で前半と後半では自衛隊の役割も大きく変わってまいりましたし、平成元年には地中海のマルタで米ソの首脳会談が行われて冷戦が終結したわけですけれども、しかしながらその翌年には、国連憲章と戦後秩序の根本を成します武力で国境を変更しないという国際社会のコンセンサスが破られてしまいます。イラクのクウェート侵攻であります。これを受けて国連安保理が、決議案を採決をし、翌年の1月には、湾岸戦争が始まるわけですけれども、資源小国の日本にとってこの命綱であります中東の石油が存在する中東で、戦乱が起こったわけですけれども、日本は資金提供のほかに物資の輸送支援等を要請をされましたが、もともと自衛隊をいずれの対応にしても派遣するという法律的な枠組みもありませんでしたので、皆さんご案内のとおり、代わりに135億ドルの資金供出を行いました。で、翌年には、戦闘が終了したということで、機雷掃海は可能であると、自衛隊の機雷掃海は可能であるということで、ペルシャ湾に海上自衛隊の掃海部隊が派遣されたわけですけれども、これで1ヶ月かけて現場に進出をして、アメリカ、それからイギリス等から派遣をされました9カ国、約40隻の掃海艇と共同をしながら、4ヶ月半かけてイラクで敷設をされた1200個の機雷を処分をしました。航行の安全回復ということに関して大きく貢献をしたわけです。そして参加をして行動するということによって日本の国際的な名誉の回復に貢献したというふうに思っています。で、その次の年に PKO 法が成立をしまして、この法律に基づきましてカンボジアに関西の部隊隊員を自衛隊史上初めてですけれども派遣することになりました。当時私は大阪で隊員の募集をしておりまして、国内で多くの反対もありましたし、この派遣の説明のために父兄の会合に行きますと、どうしてうちの息子たちがカンボジアに行かなきゃいけないんだという問い詰められたこともたびたびありました。その10年後、私は中部方面総監として兵庫県の伊丹の司令部に赴任しました。で、ちょうど、当時イラクサマー湾に派遣していた部隊が伊丹に帰ってまいりまして、その時に伊丹の商店街にはなんとお帰りなさいご苦労様の横断幕が貼られておりました。この変化に涙が出るぐらい嬉しかったことを覚えております。この時代は当時の冷戦の時代からポスト冷戦の時代に大きな、安全保障環境の変化を受けて、日本の役割そして自衛隊の役割が変わる転機の時期でありました。大きな政治決断それから転機の時期であったわけですけれども、振り返りますとその時代の国際情勢に強く要請されながら遅ればせながら法整備が進み現場が成果を残していくというパターンが続いてきたように思います。しかしながら今回の法整備は日本の憲法の範囲内で主体的に前もって活動する範囲とか権限を法制化するという極めて意義のあるものだというふうに思っています。しかもいずれの場合も国会の判断と承認を必要としますし国際法上正当な場合しか参加できないことになっています。この事前の幅広い法整備というのは部隊隊員にとって最も大事な
日頃から十分な訓練ができて、これは共同訓練も含みますけれども、準備を行い、あるいは必要な防力整備ができるということです。そして活動あるいは派遣される場合、国家としての大義、目的を明確に与えられるというふうに私は理解をしています。これは第一線で活動する隊員、そしてそれらを身近で支える家族にとっても最も重要なことだというふうに思っています。まあ、そういうふうに変わってきているわけですけれども、特に日本を取り巻く安全保障環境の変化というよりも、変化というよりも悪化だというふうに思いますが、それに触れさせていただきたいというふうに思います。まず国家間のパワーバランスの変化ですが、そして、地域的にそれが緊張の高まりを招いています。少々、具体的に見てみますと、まず北朝鮮ですけれども、2012年に世襲の3代目として、金正恩が、政権を取り、体制移行したわけですけれども、まあ、核開発、弾道ミサイルの能力増強とか挑発行為、まあ、これは繰り返しされておりますし、緊張感が一層増大をさせられております。去年の3月には、朝鮮半島の東海岸ではなくて、平壌の北方から初めて、移動式の射災装置に搭載をしたノドンと、見られる中距離の弾道ミサイルを発射をしました。で、これは射災下により位置の特定などがより困難になって脅威がさらに高まったということを意味しているというふうに思います。そしてまた今年5月には新型潜水艦から弾道ミサイルの発射実験が行われ、初期の段階ですけれども成功したのではないかという報道があります。要するに脅威も質的に深刻化しております。さらに北朝鮮の場合は特に保有する核の管理というものについて東アジア全体の安全保障における最大の課題だというふうに思います。いずれにしても北朝鮮は東アジアで最も不透明不安定な国であるということは間違いないと思います。次に中国ですが、日本周辺における中国の海空軍の動きというのが活発化をしています。年々太平洋で行われる訓練も増加しており常態化しているわけですけれども、2013年には東シナ海に防空識別圏を設定をしました。まあ、こういう中国の軍事動向はその不透明性のとも伴って大きな周辺国にとって懸念材料不安定要因となっているところですけれども、まあ、それを裏付ける中国の2015年度の予算の国防費は日本円で約16兆9000億円、日本の防衛費の約 3.4 倍であります。5月には2年ぶりに国防白書を発表して軍事戦略をテーマにしたものですけれども、それによると局地戦争の脅威、それから核戦力、宇宙とサイバー空間等について述べるとともに、海軍については近海防御と沿海防御の結合型に転換するということを明らかにしました。で、これは海洋進出の拡大を宣言をしているところです。これからも積極的な活動が継続するというふうに思います。まあ、東シナ海でも皆さんご案内の通りですけれども、昨年は1年間で延べ88隻の中国航船が領海侵入しました。また最近では大きく取り上げておりますNamisaga における強引とも思えるスピードでプラセル、スプラトリー諸島での埋め立て工事を進め、実行支配を進めております。5月にはアメリカのケリー国務長官、それからが中国の外相や習近平国家主席と会談をし、またシャングリアでもカーター国防長官も演説をされたわけですけれども、まあ、懸念を表明をしましたが、中国側は主権の問題として一向に向き合っていません。習近平主席に至っては南シナ海問題についてもうすでに何度も言ってきたことだけれども、広大な太平洋には中米2つの大国を受け入れる十分な空間があると述べたと報道があります。これはすでに中国が自信を持って南シナ海政策を進めているというふうに思えるところです。もちろん日本も中谷防衛大臣をはじめ関係国も同様の懸念を表明しましたけれども、まあ、これに対して軍の関係者でありますシャングリアに参加をしていた孫建国副参謀総長は、まあ、中国の主権の範囲内であるということを主張しましたけれども、まあ、
軍事目的でもあるということを認めたわけです。まあ、中東の混乱も収まりません。 ISIL の活動も活発化が続いています。アメリカのデンプシー統合参謀本部長は ISIL 掃討作戦には 3,4 年はかかるというふうに発言していますが、中東地域全体を見れば混乱はいろんな要素があってもっと長期的に続くと判断した方が妥当ではないかというふうに思います。これがヨルダン、サウジアラビアの混乱に展開するようであれば最悪の状態だというふうに思います。まあ、いずれにしても安全保障環境は大きく変動し不透明不安定でありますけれども、亡くなられた京都大学の高坂教授が述べておられました、国際関係を律する力と利益と価値の体系が複雑に絡み合って、各国が相互に深く影響し合っています。日本の安全保障にとっても機微に影響をしてきているというふうに思いますし、特に東アジアではその不安定さが、強いというふうに認識をしています。まあ、そういう変化の中で今回の安全保障法制の、まあ、評価というか評価といいますとちょっと申し、あれですけれども、発言させていただきますと、まあ、この閣議決定をされて、まあ、自衛隊がさまざまな脅威に対して切れ目なく活動をするということを狙いをして基盤となる制度を整える、そういうことによって最終的には抑止力の向上が図られるものだというふうに思っています。安倍総理の発言の中で、もはや一国のみでどの国も自国の安全を守ることのできない時代という情勢認識、時代認識に対して私は全く同感するものであります。安全保障環境を外観しましたが、今や迫り来るさまざまな脅威に対して日本が一国で行えることは極めて限定をされています。それは他国の立場もそうだというふうに思います。日本も世界の平和と安定のために積極的に役割を果たすことが期待をされています。今の時代は紛争対応ということだけではなく、国際的な平和維持活動、災害対応、海賊対応、海賊対処、そして途上国の能力構築支援等幅広い分野で多国間の取り組みが求められています。それぞれの国がその能力と特性を生かして活動をしております。まあ、そういう中で4月には18年ぶりに日米の防衛協力のための指針が合意をされました。まあ、同盟の調整メカニズムを設置すると、いろんな方向性が示されたわけですけれども、これらの実効性の向上のためにも今回の安全保障法制の早期の成立が望まれると思っております。米国とは戦後数十年にわたり自衛隊も共同訓練や海外での活動等の場を通じて連携を深めてまいりました。東日本大震災においても友達戦作戦のもと約1万6千人が発災と同時に駆けつけてくれました。まあ、今回の法整備でさらに緊密な連携ができる基盤が整うというふうに思っております。そしてこれが対外的にも大きな抑止力になるというふうに思っています。日本の国際平和協力活動との観点から見ますと、今まで約30カ国にわたり延べ約 5.3 万人の自衛隊員を海外に派遣をしてまいりました。現場に派遣されている他国の軍人は最初は自衛隊のことを当然ながら自分たちと同じ軍隊と見なしています。ところが他国軍といろんな任務上の調整を進めていると、自衛隊はいや我々はそれはできない、自衛のための武器使用しかできない、だから自分からは撃てない、治安活動は無理だといった話が必ず出てきます。もちろん各国それぞれにいろいろな需要や制約があります。自衛隊についても他国の軍隊は一応理解はしてくれますけれども、正直なところ、内心でどう思われているかは分かりません。約17年間派遣をされたゴラン高原の PKO の例を挙げれば、他国と同じキャンプに宿営しているにもかかわらず、もし万が一ゲリラに襲われたときには他国が、日本は支援できません。もちろん他の立場の場合は他国が日本を支援してくれるという何とも言えない状況が生じる可能性があります。これは国際常識ではであり、派遣された部隊同士の信頼に基づく人道上道義上の問題が不可能だったということです。
日本の維新失墜と国際問題に発展しかねないことです。まあ、今回の法整備で現地法人の救出と同様に実行するには条件はありますが、可能になること、可能になることは国際的にも大きな前進だというふうに思います。最後に今後の検討と課題でございますけれども、まあ、重要な課題が残っているというふうに思います。それは一つは部隊行動基準の抜本的な見直しと、部隊隊員が自信を持って活動できる徹底した訓練のため の時間です。防衛省には、部隊行動基準があります。国際的な標準では交戦規定 ROE と言いますけれども、まあ、この内容については、詳細には申し上げられませんけれども、一般的な ROE として、まあ、行動できる地理的な範囲とか使用できる武器とか選択、この武器の使用法とか、そういうことを定めるのは通例ですけれども、まあ、この場合は絶対に武器を使用してならないというネガティブリストの基準とする必要があるというふうに思ってますし、海外の軍隊もそうです。生死が関わるかもしれない厳しい状況の中で、即断即決、柔軟性が求められる第一線の部隊指揮官にとっては、ネガティブリストが望ましいというふうに思ってますし、それを徹底する時間が必要だというふうに思います。もう一点は、武力攻撃に至らない侵害への対処であります。今回の法整備におきましては、警戒監視とか、シームレスな警戒監視とか、対処体制の強化、共同訓練の推進等々によって、連携強化を取り込むことになります。まあ、新しく法律は作りませんが、運用手続きとか、実施要領を細部まで進めていくという考え方ですけれども、それに伴って、5月には総理の下で、電話等により閣議決定、必要により閣議決定できるように決まりました。これは一つの大きな改善だというふうに思っています。一方、平和安全法制を特徴づけるキーワードの一つが切れ目のない対応ですけれども、例えば尖閣諸島などでの島しょ防衛は、まず法的執行機関である海上保安庁、そして警察が警察力で対応し、その能力で対応できない場合、自衛隊が治安出動や、海上警備行動として出動します。そしてそれでも対応できない場合に事態になって初めて防衛出動となるわけですけれども、法律の枠組みとしてはそれで連続性や整合性が取れるのですが、いざ運用するとなると事態認定を踏まえ、いつ海上保安庁や警察から自衛隊に移行するのか、特に防衛出動の発令になるとハードルが高く厳しい高度の政治判断が求められます。一方、相手側から日本側の対応を見ると、自衛隊の艦艇が現場付近に進出した場合には、治安出動か海上警備行動か、あるいは防衛出動か判断できないでしょうし、判断しようとすら思わない場合もあると思います。海上保安庁という、機関の補完ではなくて、日本の海上自衛隊軍隊が出動してきたと考えるのが当然だというふうに思います。そこで偶発的な武力衝突が発生するリスク、あるいはエスカレーションを考えなければなりません。平時と有事の間にグレーゾーンがあるだけではなく、警察犬と自衛犬という運用上のグレーゾーンがあるということも強く意識する必要があります。政治の決断は大きいと思います。いずれの権限で派遣するにしても、自衛隊を派遣するにはハードルが高いということです。したがって広い地域の責任を持つ海上保安庁の巡視体制とか権限を普段から一層強化しておく必要があるというふうに思っています。また自衛隊が治安出動や海上警備行動に出ないというわけではありません。現在の検討に加えて、グレーゾーン対処の切れ目をできるだけ作らず、運用のリスクを減らすためにも具体的なシミュレーションによる検討がぜひ必要です。こうした検討に基づいて連携を強化し、連携要領の改善を行う必要があります。将来的にはその結果として法整備が必要かもしれません。これまで自衛隊は自衛隊でなければできない任務を国民の支持を得ながら誇りを持って行ってまいりました。これからも自衛隊の所管が厳しい任務により一層謙虚誠実に任務に取り組み、国民の期待に応えてもらうためにも、まあ、今回の
安全保障法制が整備をされ、また隊員の名誉や処遇も改善されていくことを願っております。どうもありがとうございました。ありがとうございました。